今日のニュースです高知大と高知県立大を爆破するなどとインターネット掲示板で書き込んだとして警視庁は4日、奈良市の大阪大大学院生22歳を威力業務妨害容疑で逮捕しました警視庁は発信元を隠す匿名化ソフト t o を使って書き込んだと見ています 発表によると、大学院生は7月31日、ネット上の掲示板サイトで、30歳代のユーチューバー男性の名前を語り、高知大と高知県立大を名指しして、収容建造物を8月7日に爆破するなどと書き込み、警戒や休校などの措置を取らせて、両大学の業務を妨害した疑い、書き込んでいないと容疑を否認していました。しかし、警視庁は先月、同じユーチューバー男性に、YouTube のチャンネル削除を要求したとする、教養未遂事件の捜査過程で、大学院生のパソコンや携帯電話を押収。 これらの解析結果などから大学院生が爆破予告を書き込んだと判明しましたこの30歳代 YouTuber っていうのは僕なんですよね <laughs> 以前僕自分の動画で僕の名前を使って爆破予告のメールをいろんなところに送りまくってる人がいてそれがニュースにまでなっているっていうのをちょっと話させていただいたんですけれどもまさに今回その犯人が捕まったということになりますで今この犯人には弁護士がついていてその弁護士とお話しすることはできました そしたら、その弁護士を通じて、その犯人に会うことが可能みたいなんで、僕、実際に会ってきます。会って、なんでこんなことをしたかとか、あとは、ま、罪を償ってもらったりとか、いろいろね、僕もしたいことがあるので、ま、実際会ってですね、何か進捗、進展があれば、この動画でですね、また発信していきたいなと思っております。最後にですね、いたずらだったとしても、それがどう超えていれば、いろんな人にも迷惑がかかるし、警察にも捕まります。で、今の警察ってすごい優秀です。 なのでですね、皆さんこういうことは今後絶対にやめていただくようによろしくお願いいたします。以上です。